衆院政治改革特別委は30日午後、理事懇談会を午前に続いて開いた自民党は政治資金規正法改正案をめぐり政策活動費に関する改善を加えた自民党独自の最終成案を30日中に提示することを示唆していたが案がまとまらず今は提示できる段階ではないと陳謝した協議は31日に先送りとなり 31日の委員会開催も合意できず自民党は月内の衆院通過は断念することとなった政治資金規正法の改正案をめぐっては自民党と野党の間で政策活動費の首都公開や連座制の導入企業団体献金の禁止などについて溝が大きく自民党の当初案に公明党も慎重姿勢を示していた これを受け自民党は3年後に改めて法律を見直す規定や政策活動費の大まかな項目ごとの首都公開を月ごとにすることなどを盛り込んだ修正案を提出したが野党は主要な修正要求が反映されていないとして猛反発し公明党の山口代表がさらなる修正を求めていた以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 犯罪集団に修正案作らせること自体が間違っているこんなもんは1円から記載し公開第三者機関の監査を実施し収賄罪が適用される事例に関しては連座制および公民権停止5年政治活動費のうち機密費に関しては公開は10年後当然領収書などは保管当然監査次第で 返金や応等の適用もあり得るとすれば、いいだけ。企業や個人事業主の税務申告同等の厳しいチェックを国民の代表たる政治家が見本として姿勢を示せばいいこれでこの話は終わり簡単なことだこんな馬鹿げた議論に時間をかけるんじゃない今喫緊の課題は円安によるコストプッシュインフレに対する経済対策だ 裏金作りに邁進するあまり、あんなしょっぽい定額減税でドヤ顔されてもね、物価上昇で減税分以上に支出がかさむんですよ、庶民は。なのに追い打ちをかけるように増税社会保険料、増額、ふざけてないで真面目に政治を行え、できないなら解散しろ。日本国民が一生懸命働いたお金の重さなど、考えたことがない。 自民党議員にこれ以上好き勝手にさせることを許してはいけないと思う自民党議員は自分たちがうまく逃げることしか考えてないから野党の意見も聞く気がないこのままでは日本国民が本当に自民党議員の都合のよい ATM にされると思うので政権交代を実現させることが本当に大事だと思う先日 私の知り合いの会社に昨年税務調査が入りました特に悪いことはしていない会社ですただし税務調査では重箱をつつくような確認が入り結果多少の追徴課税を支払わなければならなくなりました企業には重箱の隅をつつくような調査が入り税金を徴収されるのになぜこの方たちの既得権益だけは認められるのかが わからない脱税と言わせていただきますが、脱税した人たちにそもそもルールを考えさせること自体がおかしいのではないでしょうか。企業が、もし脱税をしたら、企業側がルールを決めていいのでしょうか。野党と公明党は、自民党から検討させることをやめさせて、指示に従わせる。ことぐらいしなければ、国民は、 自民党だけではなく政治家全体の不信感しか残りません自民党が決めないからパーティーやるとか子どもの言い訳など今の政治全体のレベルが低すぎると思います自分が代表の政治団体に寄付する形で国会議員が税控除を受けていた問題が明るみになってきましたがまあひどいもんですよね我々 国民には無条件で納税させて、無条件でわけのわからない税金を搾取しておきながら法案作る、側の人間がこんなことをしてたら、国民も納得いきませんよ。選挙で意思表示するしかありません。少なくとも自民党、公明党には絶対に投票しません。家族や親戚、友人にも伝えるつもりです。自民党は昔から汚い政党だと思っていたが、 公明党も同じだったと改めて知れました。何とかして抜け道を作ろうとするから時間がかかる。シンプルに民間の税務調査と同じぐらい、もしくは議員なんだから厳しめにすれば何も問題はない。まだまだ懐を温める方法を抜け道を模索している。こんなのでは改善も何もできるわけない。 派閥を解消すると言ってもいずれ各のので話し合っているのは間違いないだろうが元来党としては派閥を利用して調整していたためにまとまって案を提出することすらままならない結局裏金処分も曖昧なままで今では野党と話を通せる政党としての体を成していない確人是々非々で回答もしくは正解を再編するくらいの覚悟がなければ この問題における国民の怒りを収めることはできないだろう。今やらない理由が何もないのに、3年後に見直しなどするわけがありません。こうやって時間稼ぎして、いずれ熱が去り、忘れた頃に見直しという体で抜け道を広げるいつものパターンですね。完全に国民は舐めてられてます。こんな政党にいつまで好き勝手させてるのか。 国民は次の選挙でその民意を示すべきだと思います。自民党が政策活動費の全面公開や企業献金禁止なんてやるとは全く思わない。国民には見えないところで抜け穴作ってうまい汁を吸う連中だぞ。政治家個人の収支は非公開にし受け取った政策活動費は首都不明で裏金か。 当然、使途不明なので有権者のチェックもできず、ブラックボックス化。しかもその裏金が実際、国政選挙など、選挙買収に使われていたという、とんでもない疑惑もある。今の自民党が本気になって、政治資金規正法改正なんてやるなんてことはないので、政権交代しかないです。自民党、そして、自民党議員が犯罪を犯したわけなのに、 国民が納得できる法改正に向けて、修正案が出せないということは、全くやる気がないということなのでしょうね。国民を見ないで、自民党内でブラックボックスを作るための法改正を、まだ考えているのでしょう。呆れてものが言えません。これを断ち切るためには、次の選挙は、自民党や、自公が推す候補者以外に投票するしかないと思います。次は、 東京都知事選ががあります自民党の修正案がまとまらずに提示できないとは情けない政治資金規正法改正は与野党間で溝が埋まらず無駄な時間だけ経過してほぼ進展なしとはひどすぎる自民案は小手先だけの改正案でどれも後ろ向きで 本気気で改正する気がない自民案は他党に比べて明らかに大雨で抜け穴だらけであり公明は政権与党として自民案に同調するとは自民と同等である規制法改正法案は政権与党の絶対安定多数で押し切られそうである次の選挙は極めて大事で有権者は積極的に選挙に参加して 政権与党である自公の安定多数を崩さない、限りまともな法案成立は期待できない。岸田さんの改革アピールは本当に聞き飽きた。言うまでもなく政治は、結果責任だ。何を言うかではなく、何をするか、何を成し遂げるかで評価が決まる。多くの国民から厳しい視線を浴びる現実から目を、そらし続け政治の信頼回復とは、真逆の駆け引きを繰り返し。 疑惑解明と政治資金の透明化、連座制導入、これらすべてに後ろ向きだから何をか言わんやだ岸田さんのやる気のなさが政治不信の増大を演出している。